北朝鮮と最も仲の良い国はどこなのか。そう言われて誰もが最初に思いつくのはやはり中国でしょう。北朝鮮が何かしらの問題でアメリカに非難されると、中国が真っ先に援護射撃を行う。そんなイメージがあるかもしれません。しかし、北朝鮮と中国の関係を一言で言い表すのは大変難しいことです。両国の関係は長年の間常に同じだったわけではなく、国際的な立場や他国との摩擦などによって都合よく変化してきました。今回は中国が北朝鮮をかばう理由について解説していきます。当チャンネルでは朝鮮関連の情報を発信していきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは見ていきましょう。中国と北朝鮮の深いつながりの根源にあるのは、朝鮮戦争で共闘した歴史です。1950年、南北統一を目的に北朝鮮軍が38度線を越えて韓国に侵攻し、朝鮮戦争が勃発しました。完全な奇襲だったため韓国は後手に回り、ソウルを奪われて朝鮮半島の端まで後退を余儀なくされます。そこに米軍のマッカーサー率いる連合軍が到着したことで形勢が逆転。北朝鮮軍はソウルを奪還されて一気に追い詰められました。当初中国は不介入の立場でしたが、北朝鮮軍を圧倒する連合軍が中朝国境まで迫ってきたため、義勇軍を派遣して北朝鮮軍に加勢しました。膠着状態を極めた朝鮮戦争は、1953年に休戦協定が結ばれたことで一応の終結を見せます。北朝鮮にとって中国はまさに救世主です。中国が手を差し伸べなければ、北朝鮮の領土は全て占領され、独立国として存続することは不可能だったかもしれません。また中国側にとっても、朝鮮戦争で約17万人の犠牲者を出し、当時の指導者だった毛沢東の長男も戦死するなど、建国以来最大の危機でした。アメリカという共通の敵を共に退けた歴史は、中国と北朝鮮に血盟関係、血で結ばれた関係をもたらしたのです。朝鮮戦争後も、北朝鮮は中国とソ連から経済支援を受け続け、公表されているだけでキム・イルソンは39回も訪中しています。1961年7月には中朝友好協力相互援助条約を締結。一方が他国から攻撃されればもう一方が軍事的支援を含めた対応を取るという内容が明文化されています。現在北朝鮮と中国は互いに軍事同盟を結んでいる唯一の存在です。もっとも北朝鮮が第三国から攻撃を受けた原因が北朝鮮側にある場合、中国に介入義務はないのではという解釈も出ています。北朝鮮もそれを悟っているからこそ、国防を中国に頼らず核実験やミサイル開発に邁進しているのです。これまで一貫して友好的な関係を維持してきた中朝ですが、1966年に中国で始まった文化大革命を機に初めて両国の関係に亀裂が走ります。毛沢東によって動員された学生運動組織の紅衛兵が金日成を名指しして批判や中傷を行ったのです。これに対して北朝鮮はメディアを通じて非難し、歴史上唯一北朝鮮が中国を直接的に批判した声明となりました。文化大革命の収束とともに両国は関係を改善させましたが、1970年に中国と韓国が国交を樹立したことで中朝関係は再度冷え込むこととなります。中国は1989年の天安門事件により経済制裁を受けたため、国際社会での孤立を回避するための対策でした。しかしこれまで南北統一をめぐって韓国と衝突してきた北朝鮮にとっては当然看過できなかったでしょう。2001年に両国のリーダーである金正日と江沢民が会談を行い、中朝国交は回復しました。しかし金正恩と習近平の世代に移行した現代、中朝関係は以前ほど緊密ではなくなっているという指摘が多くあります。その最たる要因は核開発です。金正恩は核開発を国防の最重要課題に位置づけ、これまでにない勢いでミサイル発射実験を強行していきました。2012年12月に行われた北朝鮮の長距離弾道ミサイル発射、2016年1月の核実験と2月の人工衛星打ち上げなどの際、中国は国連の北朝鮮制裁決議に賛成を表明。中国国営銀行の北朝鮮への送金停止や北朝鮮への鉱物輸出の禁止、航空燃料販売の禁止など複数の制裁に加担しました。
中国がこれらの制裁をすべて履行しているかどうかは怪しいところですが、過去と比較すると北朝鮮への対応は明らかに硬化していると言えるでしょう。とはいえ、中朝関係が悪化の一途をたどっているかというと、そういうわけでもありません。朝鮮戦争休戦の式典や朝鮮労働党の記念祝典など、節目のイベントにはたびたび会談を行っているほか、口述しますが経済面での結びつきも依然として強いままです。中国と北朝鮮の関係は時代によって変容し続けているものの、一般的な国交とは少し異なる側面を常に持っていると認識した方がいいでしょう。中国が北朝鮮に強硬姿勢を示すタイミングは、大半が核開発に関連する場合であり、北朝鮮の核開発には一貫して反対の立場を取っていることが読み取れます。しかし、中国が国連の制裁決議に賛成したとしても、日米間に完全に同調して北朝鮮を追い詰める段階までには至らず、最終的には北朝鮮に寄り添う姿勢を見せていることも確かです。なぜ中国が北朝鮮をかばうのかについては、いくつかの背景が考えられています。朝鮮戦争で共闘した歴史。先ほど解説したように、中朝関係を血盟関係と表現するほど深めた理由は、朝鮮戦争で共に血を流して戦った歴史にあります。事実上唯一の軍事同盟は現在も有効であり、双方の首脳はことあるごとに朝鮮戦争での歴史に触れて中朝の絆を強調してきました。しかし、この根幹も近年は揺らぎ始めているという指摘があります。これまでの中国は北朝鮮への配慮からか、朝鮮戦争勃発の原因が北朝鮮にあることを明言してきませんでした。しかし、2010年6月に発行された中国の週刊誌にて、朝鮮戦争の原因が北朝鮮軍の先制攻撃であることが初めて明記されます。現代の習近平政権は第二次世界大戦後に生まれた世代です。彼らは北朝鮮と共に朝鮮戦争を戦い抜いた意識が希薄な世代でもあり、その意識は今後さらに薄くなることはあっても強まることはないでしょう。習近平は歴史で結ばれた特殊な血盟関係から脱却しようとしているのかもしれません。共通の敵の存在。中国と北朝鮮の共通の敵とは言うまでもなくアメリカです。北朝鮮にとってアメリカは朝鮮戦争で南北統一を妨害した革命の敵であり、国防的にも自国の安全を脅かす最大の脅威に位置づけています。一方で中国も冷戦後の急激な経済成長や軍備拡張を警戒したアメリカと対立を深めていきました。バイデン政権に移行してから米中関係は過去最悪になりつつあると言われており、近年は台湾侵攻をめぐって水面下での睨み合いが続いています。米中関係が悪化するにつれて、逆に中朝関係は揺るぎないものとなっていくでしょう。しかし、2023年11月に米中首脳会談が開催され、関係改善のために両国が歩み寄る姿勢を見せています。米朝関係が改善する兆しの見えない北朝鮮にとって、これは大きな不安の種かもしれません。密接な経済関係。1991年にソ連が崩壊してからというもの、北朝鮮の貿易相手国の1位は常に中国です。2022年における貿易額に占める割合は全体の 96.7% で、北朝鮮国民が手に取る製品のほとんどが中国製ということになります。さらに、コロナ前の2018年に訪朝した外国人観光客約20万人のうち9割以上が中国人でした。日帰り旅行を含めた様々なツアーが組まれており、中国人によって支えられている観光業は北朝鮮の貴重な外貨収入源となっています。これら以外にも中国は原油、食料、肥料などを援助したり、北朝鮮の経済特区に投資したりもしていましたが、これらの支援は2014年に打ち切りとなりました。中国に一極集中的に依存している北朝鮮経済が現状を変えようと思えば、かなりの期間を要するでしょう。一方で中国の場合、北朝鮮から受ける経済的利益は全体的な数字で見ると微々たるものです。しかし一方で、中国が北朝鮮に依存している側面も無視できません。例えば、鴨緑江を挟んで北朝鮮と向かい合う丹東市は、北朝鮮との貿易や観光によって発展しており、中朝関係が断絶すれば甚大な経済的損失を被るでしょう。若者の失業率の増加や不動産市場の崩壊といった経済不況に悩まされている昨今の中国にとって、このようなマイナスの要因はできるだけ排除したいはずです。
これまでのような過剰な支援は徐々に削減しつつ、最低限の経済関係は遮断しないというスタンスが現在の中国の意向なのかもしれません。朝鮮半島の安定。中国が恐れているのは、北朝鮮の核開発を警戒した韓国や日本も核を持つという核のドミノが進むことです。破竹の勢いで核開発を推進する北朝鮮はさながら東アジアの火薬庫であり、北朝鮮と国境を接する中国にとっては国防上のリスクをはらんでいます。朝鮮半島の平和が中国にとって重要な課題だからこそ、北朝鮮を追い詰めすぎて暴発を招くことを懸念し、北朝鮮を非難する日米韓にブレーキをかけているのです。また中国にとって北朝鮮は火薬庫であると同時に防波堤でもあります。もし韓国主導で南北が統一されて北朝鮮が崩壊した場合、中国との国境付近まで米韓軍の拠点が拡大される可能性もあるでしょう。中国と同じ社会主義の北朝鮮は、中国が資本主義陣営と適切な距離を置くための緩衝材としての役割を果たしていると考えることもできるのです。国際情勢や互いの国益に応じて近づいたり遠ざかったりを繰り返してきた中国と北朝鮮。経済面で強固に結びつき、共通の仮想敵国を持つ国同士、今後も相応の交流を続けていくでしょう。しかし両国を盟友たらしめた歴史への認識が年々薄くなっている様子もうかがえます。無条件の連帯感を共有する特別な関係ではなく、あくまで中国の利益を最大化させるためのビジネスパートナーとして一定の距離で北朝鮮と付き合っていくのかもしれません。当チャンネルでは今後も朝鮮関連の情報を解説しますので、動画を楽しんでいただけたら高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。